取るのとレタッチは 50%50% ぐらい大事なので、こんにちは、写真家の立花龍馬です。今日はライトルームを使ったポートレート写真のレタッチをやっていきたいと思います。ポイントは柔らかい感じで透明感をどうやって出すかっていうことです。それをやっていきたいと思います。はい。で、まずこういう白っぽい洋服を撮るときは明るめに撮ると白飛びしたものは再現できないので、なのでちょっと暗めに撮るのがポイントです。で、これが取って出しの写真で結構暗めに撮ってます。で、これをどうやって明るくしていくか、露光量で明るさを上げていく人が多いと思うんだけど、露光量を上げるとハイライトまで明るくなってハイライトが飛びやすくなるので、私の場合は露光量は白飛びしない手前のところまでしか上げないです。で、あとの明るさはどうするかって言ったら、下のトーンカーブで細かく設定していきます。なので、まず露光量を白飛びしない手前のところまで上げて、それだいたいこのぐらい、で、あとは下のトーンカーブ、このハイライト、ライト、ダーク、シャドウ、この4つを微調整して白飛びせずに柔らかい質感を作っていきます。で、まずハイライトはもうここの明るいところが明るくなるので、もうほぼハイライトは触らないです。で、ライトが多分この顔のこのここら辺のハイライトでもちょっと暗いところが影響するので、ハイライトも触らないし、ライトも私は触らないです。ほぼ触らない。で、どこを触るかって言ったら、ここのダークとシャドウ、ダークはだいたいね、顔のここのあたり、ほらダークを上げるとこの顔のところが明るくなって、だからダークを上げて、で、ここの髪の毛がシャドウ部分なんで、このシャドウを締めちゃうとシャープな感じ、硬い感じになるので、なので私の場合はここの髪の毛も自然な感じで明るくしたいので、シャドウも程よい感じに上げていきます。例えばここまで上げるともう気持ち悪い感じになるので、これも好みなので、この肌の明るさに対して違和感のないぐらいのシャドウの上げ方、このぐらいかな、このぐらい、このぐらいが違和感のないシャドウ部分になっているので、で、またちょっと微調整して、このぐらいの感じかな。で、このぐらいで結構ふわーっていう感じでできたので、で、もしこれでハイライトが明るすぎて気になるんだったら、上のハイライト、これを落とすと結構落ち着いてくるの、ここ。ここの部分がハイライトなので、もしあんまりこれが明るすぎて嫌だったら、ハイライトをちょっと落として落ち着かせる。で、私の場合結構もう背景のカーテンとかは別に白飛びしても問題ないので、で、ちょっと力強い感じとかインパクトを出したい時は結構ハイライトは上げて飛ばします。だけどナチュラルな感じで、あんまり飛んだ感じが嫌であれば、このハイライトを下げて落ち着かせることもできるので、これも人それぞれ表現が違うので、好みなので。だから自分の好みに合わせて、もしハイライトが嫌だったら下げれば OK です。はい。で、透明感を出したい場合は、ブルー。青みを強くすると透明感が出るので、ただやりすぎると肌色が悪く見えるので、それもどのぐらいに見したいか。で、あったかい感じだったら、アンバー。
オレンジっぽくすると暖かい感じになるので、それも自分のイメージに合わせてやるといいです。うん、まあ今日はちょっとこのぐらい透明感を出したいので、なので青を足していきます。うん、でこの色かぶりは、色かぶり補正は雰囲気を出したいときは、私の場合はグリーンを足して雰囲気を出すんだけど、透明感を出して肌をきれいに見せたい場合は逆にマゼンタを足して肌色をよく見せます。うん、最近のインスタとかの流行りはブルーとグリーンを足してちょっとヨーロッパっぽい雰囲気のある感じっていうのが多いと思うんだけど、肌色を見せるためにはマゼンタ、ピンクを足すと肌色は良くなるので、これもどういうイメージで写真を撮るかでどうしたいかはそれぞれ変わってきます。うん、今回は、肌色を良くするっていうよりもちょっと雰囲気を出したいので少し緑をかぶします。緑かぶりをさせます。うん、やりすぎると肌色が悪くなりすぎるので、だいたいこのぐらいかな。うん、こんな感じ。うん、で色を調整できたらもう一回最後に明るさを調整します。うん、もうちょっとふわっとさせたいので、うん、ダークを上げて、このぐらいかな。でダークを上げるとシャドウが結構目立ってくるので、それに伴ってシャドウもちょっと上げていきます。うん、どのくらいかな。うん、でその時に例えば床をもっと白くしたければ補正ブラシ、ライトルームの強みはこの補正ブラシを自由に使えること。うん、でショートカットキーが K なんで K で、でもし前回使った数字が残っている場合はオプションを押しながら初期化してリセットして初めに戻します。うん、でこっから例えば床を白くしたかったら露光量を上げて、でもしぼかしたかったらここでシャープの反対に持っていくとぼかすこともできるので、でブラシの大きさ、ここにブラシのサイズがあるので、マウスを使ってる人はここでマウスを動かすとブラシの大きさを変えれるので、うん、でこれをあんまりちっちゃくやりすぎると線になっちゃうので、私の場合は結構大きくざっくりと、うん、でこれで一回床をこういう感じで塗っていきます。うん、こういう感じで、で床だけを塗ると違和感が出るので、ちょっと軽くこうかぶしていくと違和感がなくなるので、これも本当だったらもう拡大して思いっきり細かくやっていくけど、今日はちょっとざっくりと。でやった後にどこを塗ったかが知りたい場合は、この選択したマスクオーバーレイを表示にするとこういう感じで見えるので、これで確認できる。ちょっとかぶして、まあこんなざっくりは普通はしないんだけど、今日はまあざっくりこういう感じで、これでもうちょっと明るくしたいと思ったら、もう見ながら目でこういう感じで明るさを調整できるので、うん、どのぐらいにしたいか目で見ながら塗った後に確認できるので、うん、どのぐらいにするかこうやって決めていけば OK です。でシャドウ部を明るくしたかったらこのシャドウを上げる、ほらこの暗い部分が暗くなったり明るくなったりするので、シャドウ部を上げると暗いところのシャドウの部分だけ明るくなるって感じ。で露光量で上げると全部が明るくなって、ほら白飛び、こういう白いハイライトも飛んじゃうので、なので露光量はなるべく使わないようにして、ここのこういう暗い部分を明るくしたかったらシャドウを上げていけば
ハイライトは飛ばずにシャドウが上がっていくので、うん。1回。で、さっきのをちょっと比べてみましょう。うん。これを少し床を今明るくしました。うん。ほら、これとこの感じとこの感じ。うん。これで全然印象が変わるので、うん。だから、どれが正解じゃなくて、どうしたいかっていうのが、自分の中の正解なので、これが良ければ、床を明るくすればいいし、で、別に、床がちょっと落ちてるぐらいが好きなんだったら、さっきぐらい、ちょっと落としてる感じでもいいし、これは自分の好みでやってください。うん。で、元の写真が、この感じ。これを今のレタッチの仕方でやると、この写真。うん。もう、こんなのさっとやると、1、2分でできちゃうので、ただ、自分が最終的なゴール、イメージがないと、もうああでもない、こうでもないって言って、すごい時間かかっちゃうので、私がいつも言ってるように、ゴールから逆算するのは、写真を撮る時もそうだけど、レタッチの時も全く同じです。うん。だからもし今、レタッチで時間かかって悩んでる人は、それはゴールがないから。だからもしそれ悩んでる人は、今日から、写真を撮るときに、まずゴールをちゃんと明確にして、もし分かんなくなるんだったら、紙に書いてゴール。で、そのゴールを見ながら、レタッチをしていけば、すぐにそのゴールにたどり着くので。うん。だから、いろんなことができる分、迷っちゃうから、だからちゃんとゴールを明確にして、やっていってください。うん。っていうことで、今日はポートレートのレタッチをやっていきました。うん。今日やったように、まずね、露光量をいきなりがっつり上げない。これすっごくこれをやってて、ハイライトが飛んだりとか、コントラストが強くなってる人が多いので、気持ち明るさを持ち上げるぐらい。で、細かくしたいときは、トーンカーブで微調整。うん。で、トーンカーブは、ハイライト、ライト、ダーク、シャドウの4つの明るさに分かれてるので、これを細かく調整することで自分のイメージした写真に近づけることができるので、ここはね、すごく大事です。で、すごくレタッチが難しいと思ってる人が多いんだけど、今日やったみたいにものすごい簡単です。ゴールが決まってればね。うん。ゴールが決まってないと難しい。だから今日みたいにゴールが決まってると、もう簡単に1分2分でレタッチはできるので、なので、ちゃんと自分のイメージを明確にして、撮って、で、そのゴールに近づくように、もう一回レタッチして、近づけていく。っていう感じでやってみてください。もう、撮るのとレタッチは 50%、50% ぐらい大事なので、必ず写真を撮ったら、レタッチまでやるっていうのが大切です。っていう感じでやってみてください。バイバーイ!イエイ!イエイ!レタッチ楽しんでね。ここの暗い部分を明るくしたかったら、手でやってください。さようなら!バイバーイ!なんでさようなら。バイバーイ!またねー!イエイ!イエイ!イエイ!グダグダ。